るほどね。骨髄移植の手術を受けたことがありそうな生徒を探せばいいのね。いいわ、あなたたちには借りもあるし、特別。出たわ。神崎伊予奈、3年生ね。この学園で手紙の条件に当てはまるのは多分彼女だけよ。やったね、めぐるくん。先生、どうもありがとうございました。神崎伊予奈さんですか？あなたたちは？私たち、この手紙で先輩のことを知ってパスを届けに来たんです。落とされていますよね。手紙見たの？すみません、でないと落とし主が分かりませんでした。そうね、いいわ、わざわざありがとう。ねえ立花さん、やっぱり勝手に手紙を読んじゃったのはまずかったんじゃ。あの人少し怒ってたみたいだし。うん、でも仕方ないよ。それにこれでまた一つ新聞部が人の役に立ったわけだし。まあ結果オーライってことで新聞部万歳って、もうこんな時間。さあ私たちもそろそろ帰ろう。
立花さん。ヒノキなんかどこにもないわよね。ってことは、残る可能性はやっぱり誰かが部室に入ってあの人に火をつけてから逃げ出した？それはないわ。ここのバスケ部員たちの証言がある。彼らが朝練に来るまで部室は中から鍵がかかっていたそうよ。忍。異変に気づいたバスケ部員の通報で警察がドアを破るまでここは完全な密室だった。他殺か事故か、それとも自殺かはわからない。ただ一つはっきりしているのは、あそこに横たわっている被害者がこの出入り口のない空間で突如猛火に包まれて焼け死んでいったということ。密室、不可解な死、これは大事件ね。それもあの死神伝説事件に匹敵する。となればこの事件を解決するのは当然私たち新聞部の仕事ね。機械みたいね。だったらどちらが事件を先に解決できるか勝負をしましょう。あなたたち昨日の私のセリフ忘れたわけじゃないんでしょ。僕は忍と勝負するつもりはない。逃げるの？僕は君とは勝負しないと言っただけだよ。それよりもこの嫌な事件を解決する方が先だろ。私と戦うのが怖いってことね。ちょっと！やってやろうじゃない！え？あなたなんかに負けないんだから。すごい自信ね。だったら一つ賭けでもしない？いい
いわよ。賭けでも何でも持ってきなさい。立花さん、ダメだよ。じゃあ、負けた方が一度だけ勝った方の言うことを聞くってのはどう？望むところよ。いいの？あんな約束しちゃって。もし負けて、例えば新聞部は廃部よなんて言われたらどうするのさ。要は負けなければいいのよ。だいたいあんな新参者に私とワトソン君の最強タッグが破れるはずはないわね。そうでしょ。とにかくやると決まったからには全力を尽くす。早速捜査開始よ。了解。なあ、今のネックレス雄一郎のじゃないか。ほら、あいつのハマってたバンドのやつ。ということは、嘘、あの遺体、彼。いつかこんなことになる気はしてたよな。やりすぎだったんだよ、あいつは。俺らみたくほどほどにしとけ。やめなよ、亡くなった人間に向かって。今の聞いた？とにかくこれを調べれば被害者の身元がはっきりするわね。でもやっぱりすぐ警察に返した方がいいんじゃない？怒られたりしないかな。何言ってるの？これは私たちが拾った正式な拾得物よ。拾い主は5部から2割のお礼をもらう権利があるの。これは法律よ。もちろんちゃんと警察に届けには行くわ。でもその前に2割のお礼分ぐらいチェックさせてもらっても罰は当たらないでしょ。いいのかな。ほら、何をしているんです？それ私たちが拾ったんだから返して。もう訳のわからないダダをこねないでください。いい加減にしないと逮捕しちゃいますよ。逮捕って、あなた何者よ。私は刑事です。刑事さん。さあ、分かったら早くどこかに行ってください。捜査の邪魔です。それともお仕置きしてほしいですか？
警察だからって調子に乗って、こっちが親切に大事な証拠品を拾ってあげたのに、その態度はないんじゃない？落ち着いてよ、ここは僕に任せて。あの刑事さん、ちょっと話が。何です？一応ネックレスを拾ったのは彼女なんで、一言でいいのでお礼を言ってもらえませんか？どうして私があの子にお礼を言わなくちゃいけないんです？嫌です。これは？ミシェルって何のことだろう。さてと、じゃあまずは被害者の身元確認から始めましょう。名前は雄一郎、ミシェルというバンドが好きなバスケ部員が実在するのか。そうだね。あとは被害者が雄一郎さんだったとして、その交友関係、なんとなく人に恨まれてる感じだったし、この事件がもし殺人事件なら、まずは犯人の動機から探らないと。授業中ずっと寝てたじゃないか。寝てないわよ。ただ目を閉じてただけなんだから。